本当に出ていくんだね。ああ。どうして私はおじさんと一緒にいる方を選んだのに。お前も来年は高校生、次の年には大地や浩二も中学を卒業する。もう大人の世話になる年でもないだろう。それにお前のために出ていくわけじゃない。俺もガキの世話に飽きていたところなんだ。嘘。そんなの嘘よ。嘘じゃない。俺は俺のためにここを出るんだ。お前の芸能界入りは関係ない。それだけじゃないことは分かってる。いくらおじさんが嘘ついたって分かってるんだから。お金なんでしょ。パク社長がおじさんがここからいなくなることを条件に援助するって言ってきたんでしょ。ごめん、おじさんが気を使って嘘ついてくれてたのは分かってる。でも私には嘘ついてほしくなかったから。大地がな、高校に行かないで働くと言うんだ。え？大地だけじゃない、綾子も浩二も。最近じゃ四郎までがそんなことを言い出してる。あいつらは自分が犠牲になってでもこの朝顔を守って、お前が成功して戻ってくる日を待つと言っている。私の帰りを。ああ、お前はあいつらの希望の星なんだ。お前が歌手として成功しまたこの場所に戻ってくることがあいつらの望んでいる幸せだ。みんな。だがあいつらは犠牲を払うには幼すぎる。金がないという理由だけで自分の可能性を潰すような生き方を選ばせるわけにはいかない。でもきっとみんなはそれでもおじさんと暮らしたいんだよ。私もそうだから。ありがとうな。でもここが潮時だ。俺らにだっていつの日か離れ離れになる日が来るんだからな。だから俺はここを去る。お前や朝顔のみんなのことを愛しているから。おじさん。おい、止まらんか。ワンバイはそうに歩きよっとか。
かったけん許してくれんね。ちょっと待て、またんかって。ねえねえ、ちょっとよかね、かっこよかね、ムカつくやつばい。出るな。どこを狙うかがポイントです。どうします、うまく狙えましたか。自動で動きます。おめでとうございます。横に移動します。どこを狙うかがポイントです。移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よ、次はどこを狙いますか？移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。繰り返しプレイすることで上達します。横に移動だよ。狙いを決めて。こんな
ところで止めちゃって、どうだ。横に移動だよ。今ストップ。どこを狙うかが重要。狙いを決めて、狙いを決めて、行け。どうだ。次、頑張ろう。行きまーす。ストップ。どこを狙うかが重要。狙いを決めて。横に移動だ。行きまーす。ストップ。どこを狙うかが重要だよ。狙いを決めて、行け。どうだ。次、頑張ろう。どこを狙うかが重要。狙いを決めて、こんなところで止めちゃって、どうだ。行きまーす。ストップ。どこを狙うかが重要。狙いを決めて、こんなところで止めちゃって、重要だよ。狙いを決めて、こんなところで止めちゃって、どうだ。コングラチュレーション。また来てね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ワンちゃん。あたんか。ちょっとダメじゃないかんばい。相手するしか。すぐ応援バック戦や。調子に乗ってしもた。本当にすまんかったばい。おい、止まれ。偉そうに歩くんじゃねえ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとう。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃい。ありがとう。止まらんか。ぶっ殺しちゃ。痛い目見てえのか。負けばい、見逃してくれんね。おい、止まれ。はいはい、ちょっといいか。かっこいいね。じゃあ、ムカつく野郎だな。Ah!
けが。お前れ。あたんや。いらっしゃいませ。痛い目見てえのか。ほらどうした。